どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。毎週日曜日はギター教室ガズギターやっています。普段ですとガズレレというウクレレの簡単 YouTube レッスン動画チャンネルなんですけど、日曜日限定ギター教室ギターガズギター。今日のテーマソングこちらです。どん、夜空の向こう、菅氏香さん、スマップでおなじみのもう名曲なんですけど、ガズギターならではの超簡単アレンジで、もう世界一宇宙一簡単コードを使ったウルトラ簡単アレンジバージョンでやっていこうと思います。さあ皆さん、ギターってねちょっと難しいんですけれども、このガズギターのやり方だったらどんな方でも本当にすぐできますよ。全く音楽経験がない方でもまずねこのガズギターの考え方を、取り入れてもらうとですね、本当にすぐ弾き語りできますから、やってみたいなと思った方、概要欄にガズギターで始めるギターの始め方、URL 載っけとくんで、動画を見ながら、ちょっと練習してもらって、またちょっとここに戻ってきて、夜空の向こうを弾いていきましょう。それと、いつもお伝えさせていただいていることなんですけど、さっきも言ったように、本来だとこれガズレレというね、ウクレレのレッスン動画チャンネルなんですけど、ウクレレとギターってすごく親和性があって、ウクレレをある程度ね、始めて、ウクレレの方が簡単なんですよ。ウクレレである程度弦楽器の基本を学んで、その後ギターに横展開するっていうのはすごくおすすめです。ガズレレで始めるウクレレの始め方も URL 載っけとくんで、ぜひあのね両方やってみてもらうのもおすすめですけど、はいはい、そういうわけで今日もレッスン始めていきましょう。このガズギターは、さっきも言いましたけどですね、もう宇宙一簡単ということで、まずやってみてできたという体験を味わってもらうのを最優先にしてます。ゼロイチ体験、ぜひこのガズギターでやってみてください。さあ今日のこのスマップの夜空の向こう、菅氏香さんの作った曲ですけれども、ガズギター簡単アレンジでは超ウルトラ簡単コード7個でやっていこうと思います。このコードです。今映ってるこのコードで、いきたいと思うんですけど、ポイントは E と E 欲しい。この使い分けですね。これがちょっとあれなんですけど、この E だけが指3本コードで、あとは黒丸2個でしょ。もう指2本だけで押さえる。左手のコードめちゃくちゃ簡単ですからね。はい。このコードを使って今から弾いていこうと思います。いつもの流れでこの後2バージョンやります。最初は、見てもらったコードを使った超ウルトラ簡単バージョンをやります。で、後半はですね、かっこいいバージョンということで、ちょっとコードもリッチになった響きで、さらにこうリズムのいい感じも加わった、かっこいいバージョンをやります。2バージョンやって、その間にね、詳しいレッスンなどしていきますんで、ぜひとも動画最後までご覧になってください。さあ、それではですね、レッスンの方始めていきましょう。まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンで、夜空の向こう、やってみる。1、2、3。あれから僕たちは何か信じてこれたかな。夜空の向こうには明日いつも待っている。
超簡単、宇宙一簡単アレンジバージョンでお届けした夜空の向こう、やってみました。これ今の4つ弾きでゆっくりね奏でる、これ気持ちがいいですよ。コードはですね、簡単です、安心してください。で、やっぱ初心者の方はこれね、見てもらったらわかるけど、ワンブロックコード2個が結構続いてくるんで、ゆっくりやってもかなりね、ちょっと慌てちゃいがちだと思うんですけど、まあ、まあ、もっともっとゆっくりでもいいですからね。あれから、僕たちは、このぐらいのテンポでもね、大丈夫だと思います。はい。で、コードはですね、さっきも言ったように今日7個出てきたうちの1個だけ指3本コードということなんですけれども、これをまあちょっとまあ覚えてもらうしかまあ最初ないと思うんですが、まあゆっくりね、やっていただければというふうに思います。まずですね、ガズギターによる簡単アレンジ楽譜を画面にシェアしていきたいと思います。はい、ガズギターによる超簡単アレンジバージョンの夜空の向こうですね、スマップ菅生さんでございます。これもちろんですけど、聞いてもらったらわかるように、ガズギターオリジナルのウルトラショートカットアレンジバージョンになっております。だいたいこう最初から始めていて、1回目のサビが終わった後にもう一番最後の最後のサビをちょっとここ繰り返して、歌詞ここ変わってるんですけど、こう下の段の歌詞とメロディー変わって終わったよというオリジナルショートカットアレンジバージョンですけどね、ゆっくり奏でる分にはもうこれでもね、ボリューム満点だと思いますね。まずこれでやってみてください。はい、こんな風に画面に映しておくので、皆さん、じっくりとノートに書き出してゆっくりと練習スタートしてください。はい、いいですか。ここもさっきも言ったけど、これ2回最後繰り返すんですね。1回目はこの上の段、最後に来るときはこの 2番目ということですね。これ使い分けです。はい、今こうやって映しておくので、一時停止して皆さんノートとかに書き出してください。まずは星マーク感想 A1、 この辺までいけると思います。はい、これ歌はですね、もう皆さん知ってるでしょうからね。ぜひぜひ知ってる歌でゆっくりスローペースのバラード、これはギター初心者の方におすすめですよ。はい、じゃあ次 B メロからサビにかけてということですね。はい。この辺はワンブロックコード1個なんでね、結構助かってかると思うんですけど、この辺はね、ワンブロックコード2個が続いてくるんで、ちょっとね、思ったよりもどんどん来ますよということです。いいかな。一時停止でね、書いてください。この辺繰り返しなんでね、ひとまずは大丈夫だと思うんですけど。はい。で、ここまで来たら、はい、ここに書いてあるように、星へ戻りますって書いてあるんで、星っていうのはここのね、始めのところで、で、最後はこの下の段の、歌詞を読んで、歌って終わったよ。というのが、ガズギターのウルトラ簡単アレンジバージョンです。じゃあ出てくるコード、ここにも書いてあるんですけど、一応解説すると、さっきも見せたようにこのコードたちなんですけど、E と、E と、だから E 星。E 星の方が、悲しげ。E の方がちょっとこう希望が持てる明るさ。この使い分け、ちょっとコードの響きもね、楽しんで感じていただければなというふうに思います。まずね、初心者さんはこの簡単アレンジバージョン、ぜひこれをまずゆっくりゆっくり、奏でてもらう。これから基本的に始まると思いますということで、じっくり取り組んでみてください。じゃあ、ここからちょっとね、もうちょっとかっこいいバージョンということで、レベルアップしたバージョンをお届けしたいと思うんですけど、コードが、いつもの流れですけど、ちょっと変わってきますよということです。今映ってる、コードのうちの、C と F と G、これだけ変わります。はい、ここから変わりますよ。パチン。はい、今、色がついたコードが出てきましたと。はい、これ、いつも言ってるやつなんですけど、C は2弦の1フレットを足して、リッチな響きになりました。G は1弦の3フレットを足す。はい。この F は、いつもの通りなんですけど、さっき弾いてたここ2本プラス、小指でここ4弦の3フレットと、3弦の、2フレットをここで足して、1弦と2弦はバッテンがついてるから、ここ弾きたくないんですよね。そういう時は、この F の場合で言うと、人差し指のこの指の腹を1弦と2弦に触れて、くすぶらせる。そうすると、はい。ここ出ませんからね。この罰はできるんだったら弾きたくないけれども、出ちゃってもまあ最初はしょうがないかなと思いますね。あんまり気にせずにちょっとトライだけでもしてみてくれればないいかなと思います。あとはね、同じコード進行、コードの並びですね。E 星、E 星、E、D 星、A 星ですね。はい。これで行きたいと思います。
で、今日出てくるリズムなんですけど、ちょっとオリジナルアレンジ、これね、スマップさんも、いろいろちょっと YouTube 見ると、いろんなアレンジで弾かれているんですね。なんで今回はまあガズレレオリジナルアレンジで、アルペジオと8ビート。これをちょっとミックスしていきたいと思います。そしてこれちょっと今日特徴としては A メロのところにこの矢印マークが出てくるシンコペーションの8ビートもちょっと取り入れたいなと思ってるんですけど、ちょっと解説するとまずアルペジオ。最初はあれから僕たちはのところとか、一番最後のエンディングのところもここアルペジオにしようかなというふうに思います。ちょっとやってみるとこの F の時のアルペジオ、1弦と2弦にバツがついてるので弾きたくないから、F の時だけは3、4、5、6弦しか弾かないアルペジオがいいと思います。1弦2弦弾いちゃうとこうなっちゃう、はい、であとはフルで、はい、6弦から1弦までしっかり弾いていっていいと思います。だいたい C で練習するとこんな感じなのかな。ちょっとサビの 最初の出頭やってみますよ。あれからこう、こんな感じで流れるような感じでできるといいかなと思うんですけど、あ、ピック使ってますね、かっこいいバージョン。で、A メロの誰かの声に気づきの時に、この矢印のマーク、これシンコペーションなんですけど、ちょっとやってみますわ。8ビートで、せーの。今の分かった？一番最初、誰かの声は、F か B がアップです。ダンダダン、矢印のところで前にドンと食い込んでくるリズムで8ビート。まあこれ通常の8ビート弾くと、ワンブロックコード2個出てくる場合はこんな風になると思うんで、あんまり意識しなくても普通に自然に弾いていくとこうなると思います。もう一回ちょっとやりますよ。せーの。誰かの感じですね。ちなみにこの8ビートっていうのはガズいつものようにちょっとブリッジ、ここをブリッジっていうんですけど、ここのところに手のこの部分を乗せてちょっとブリッジミュートをかけた感じでいきたいと思います。B メロなんか、君が何が伝えたよと言い返した、そのなんかちょっとこう音がくすぶる感じの演出が、ちょっとガズは個人的には好きだぞということ。これでフルでこう、ジャンジャンが弾くのもいいと思いますよ。君が何だよと、会社それは。こういうジャンジャジャンみたいなの好きな人は、これもこれかっこいいですからね。まあこれはお好みでいいと思います。8ビートって書いてあってます。そしてサビではですね、ちょっとダウンピッキングを使ったちょっと16ビートっぽいんですけど、ちょっとやってみるとこんな感じ。レカラ、僕たちはどんどんダンスだ、どんどんダンスか、どんどんダンスか、どんどんダンス。このダウンピッキング中心のダンダンダン、チャカダンダンダンチャ、ちょっと16ビートのノリを交えた感じのちょっと落ち着いたリズムで、サビはやってみようと思います。そして最後また、繰り返しのあれから僕たちはってイントロで出てきたサビみたいなところはまたアルペジオに戻ってちょっとこうね、おとなしくなって終わっていく。まあまあ、やっぱり一曲の中で強弱があって押すところと弾くところがある方がメリハリがあってこうね、ドラマ性とかストーリーを感じさせてくれると思うんで最高だと思います。そしてやっぱり忘れちゃいけないのはこれ歌は弾き語りはね、特に歌のやっぱり歌が中心になって歌詞の中身とか世界観、曲の持つ雰囲気、この辺をやっぱ胸に抱いてですね、心込めて歌っていく。ゆっくりでいいですからね、慌てずに、柔らかい印象で弾けるようにやっていきましょうということでございます。さあそれではそんなことを踏まえてやっていきましょう。夜空の向こう、ガズギターかっこいいバージョン、ゆったり気分でやってみる。ワン、ツー。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな、夜空の向こうには明日がもう待っている。
ました。夜空の向こう、カズーギター式、かっこいいアレンジバージョンやってみました。いやー、素敵な曲ですね。この世界に、入っちゃいます。やっぱゆっくり、あんまりこう力強くない方がいいと思うんですね。こう、結構ボリュームは抑え気味の方が、この曲はこう、なんていうのかな、優しく包み込む感じが表現できるんじゃないかな。でもその中でもね、やっぱサビではちょっとボリュームを上げていくとか、その抑揚というかこうドラマ性がやっぱあるとね、なおさらいいと思います。まあさっきも何回も言ってますけど、この曲はゆっくりならゆっくりであってもですね、逆にすごくいい、感覚が出てくると思うんで、まずはゆっくりやってみるのおすすめですけど、逆にゆっくりやる方がね、アルペジオとかちょっと難しかったですね。アルペジオはやっぱりね、コードはしっかり押さえてないとプチッとなっちゃうんでね、ここのこういう曲でこうプチッとなっちゃうとかなりねこう白気度が高くなっちゃう、そこはちょっとしっかり押さえていきたいというところなんですけど、まあそこはガズギター簡単に押さえられるコードということなんで、マイクリッツを練習していただければというふうに思います。はい、感情込めてですね。これがポイントですからね。はい。カズギター本日レッスン5連チ終了なんですけど、これカズギターやってて楽しいな。これ、面白いなと思って、これ画期的なんですよね。これ本当に、ね、皆さんより多くの人に楽しんでもらいたいなと思ってるんで、ぜひ皆さん、十分楽しんでいただいたら、周りの方にもですね、ぜひカズギターでやったらすぐできるよ、みたいな感じで、こう、シェアしていただいて、一緒にこう、教え合ったりなんかしてですね、楽しく、音楽をプレイする仲間を増やしていただければいいというふうに思います。それで、あとは、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いします。合わせてね、ウクレレのチャンネル、ガズレレも、ね、もりもりやっていきます。ガズレレの活動としてはですね、ガズレレ、ガズギターの活動としては、音楽でね、やっぱ笑顔を増やしていこうということですね。皆さん、どんどんね、それを横に広げていただく。よろしくお願いします。それでは皆さん、また日曜日お会いしましょう。ガズギターでした。さよなら。